第9章影の戦い。帰ったぞ。ご苦労様でした、雷影様、火影様。ナルトとビーは戦場に向かわせた。思い切った決断をしましたね、雷影様。四角、あの二人に戦況を教えてやれ。了解です、イノイチ。ああ、こっちはもう準備できてる。ナルト、それにビー殿、俺の声が聞こえるか？この声、四角のおっちゃんか？ああ、イノイチの術を使って二人の頭の中に直接話しかけてる。今から各戦場の状況を伝える。よく聞いてくれ。あんたどこまで暁のことを知ってた？お前よりは知っていたつもりだが。結局俺もあんたも人に利用された忍びだ。お互い持っているこの強すぎる道術のおかげでな。今回も十社に後回しで動かされて、いずれ俺たちも誰かと戦う羽目になる。お互いやりづらい相手でなければいいがな。なるほど、江戸天聖の忍びに白い化け物が相手か。じゃあまだいろんな戦場でみんなが戦ってんだな。そうだ。だったら俺も加勢するってばよ。こっから全ての戦場へ一斉に向かう。多重影分身の術。悪意を感じるのはあっちか。急ぐぜ、Bのおっちゃん。せっかちナルトのおかげで俺様ケツカッチン。いや、まさかな。近いのか？もう懐かしく感じる。お前たちはうちかイタチに。ナガト、まさかお前と戦わされることになるとはな。ナルト、久しぶりに会ったことになるんだろうが、死んでたんですぐな気もするな。少し変わったか？まあ、これか。これってば、キュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよ。キュービの力をコントロールしただと？まさかここまで成長するとはな。俺の弟でしたからな。思った通りだ。なら憎しみは克服できたってことだな、ナルト。おう、兄弟子のあんたが教えてくれた痛み、 B のおっちゃんとの真実の滝での修行や、父ちゃんや母ちゃん、とにかくみんなのおかげでここまで来られた。ナルト、お前に聞きたいことがある。そういや、俺もあんたに聞きたいことがあったんだ。話はそれくらいでいいでしょう。君たち二人の力があればナルトは手に入ったも同然。さあ、そろそろ始めてもらおうか。え、まだ喋ってんのに。後ろで操ってる奴の言いなり。タイミングなんて関係ない。オッケー、戦闘開始。この場合復讐するつもりだけど、赤月のメンバーはどっちだ？何？なぜサスケはそこに戻らない？あんたの本当の極意を聞かされて、それでサスケを潰すことは何だ？あんたの本当のことをまだだから聞いてた。そういうことか。燃え尽きろ。避けろ。
宇宙閃光だ。勝負あり。イタチ、あんたにはまだ話さなきゃいけないことがたくさんある。イタチ、あんたは里とサスケを守るため自分を悪党に見せかけ死んだ。あんたの苦しみも覚悟もサスケは理解しているはずだ。でもサスケはあんたの意志を受け継ぐどころか木の葉を潰す気でいる。それは大好きだった兄貴を苦しめた里への弔い合戦のつもりなんだ。そのことを里の皆は知っているのか。カカシ先生とヤマト隊長は一緒にいたから。でもマダラの言ったことは確証もねえから、カカシ先生に口止めされてる。他のみんなは知らねえと思う。ならこのことは里の皆には決して言うな。名誉ある内派一族に変わりはないのだからな。それとサスケはお前に任せる。花からそのつもりだ。やはりお前に託して正解だった。さてどうなる。道術でナルトに何かしたのか。なんで俺の口からカラスが出てくんだよ。そういや、あの時先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする。お前にその力を渡しておく。なんだ、どういうことだ。あのカラス、お前のだな。何をしたんだ。うまくいった。うまく。ああ、そういうことか。何がどうなったんだよ。安心しろ、もう俺は操られてはいない。敵の術の上に新たな現実をかけた。よって江戸天聖の術は打ち消された。木の葉の里を守れという現実だ。え？そのカラスは俺の万華鏡シャリンガンに呼応して出てくるように細工しておいたものだ。もしもの時のためにな。どういうことだ。本当の力、永遠の万華鏡を手に入れるためにサスケは俺の目を移植すると踏んでいた。そうなった時、移植した俺の目に呼応してお前からカラスが現れサスケに現実をかける、そういう手はずだった。そういう手はずって。でもなんでそのカラスを俺なんかに。お前はサスケを兄弟だと言った。だからこそサスケを止められるのはお前だけだと思った。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。あの言葉だけで十分だった。俺以外にサスケを信じてくれる者がいる。お前の瞳に嘘はなかった。お前は信じるに足る人物だと分かった。安心して弟を任せられると強く感じた。だからナルト、お前に託した。イタチ、俺を信頼してくれてありがとう。でももう心配ばかりしなくていい。あんたは里のために十分すぎることやったじゃねえか。あとは俺に任せてくれ。弟はお前のような友を持てて幸せだ。イタチは使い物にならなくなった。だがこちらには君がいる。見せてもらおうか、陸道仙人の力、伝説の輪廻岩の力を。で、これからあんたは。え、いいのじゃ。俺様のチャクラを。
まない。体が勝手に。あれって全盛期に戻ったか、ナルト。今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ、イタチ。ああ、俺もやる。行くぞナルト。あ、戦闘開始。ナルト、気をつけろ。分かってる。封印する。何か言い残すことはあるか？ナルト、俺は師匠のところへ戻ってお前の物語を見ておくとするよ。お前なら最高傑作の物語を作ることができる。なんといってもお前は俺の弟弟子なんだからな。平和への道、最後まで進んでくれよナルト。じゃあな。ナガト、大丈夫かナルト。おっちゃんこそ。丈夫が常識、この俺は。この江戸天とかいう術気に食わねえ。戦いたくねえ人と戦わされる。早く終わらせねえと。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。俺の手でか。ああ、さっき言ったはずだ。任せてくれって。この戦争は全部俺一人でやる。一人で無理をしようとするな。いや、全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。お前は確かに前とは違い強くなった。力を得た。だが、そのせいで大事なことを見失いかけてもいるようだ。いいか、よく覚えておけ。お前を嫌っていた里の皆が、お前を慕い始め、仲間だと思ってくれるようになったのは、お前が他人の存在を意識し、認められたいと願い、一途に頑張ったからだ。お前は、みんなのおかげでここまで来られた、と言ったな。力をつけた今、他人の存在を忘れ、おごり、子に執着すれば、いずれマダラのようになっていくぞ。どんなに強くなろうとも、すべてを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。お前の父ミナトが火影としてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。お前の夢は確か父と同じだったな。なら覚えておけ。火影になった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者が火影になるんだ。仲間を忘れるな。ナルト、俺はイルカってのと約束してんだ。大体お前を守るってな。一人じゃ行かせねえぞ。そもそも確かに俺が何とかしなきゃダメなんだって思い込みすぎてたかもしんねえ今のお前ならばサスケを止められる。
弟を頼んだぞ、渦巻きナルト。ちょっと待ってくれ。今のあんたも直接サスケに会える。今度こそ。いや、俺は一人で何でもしようとし失敗した。今度はそれこそ仲間に任せるさ。どこへ行く？俺にはやるべきことがある。お前たちとはここで別れる。イタチ、キラー B、 ナルトを頼む。アウイヤオ。俺たちも行こうぜ、 B のおっちゃん。なんだここは。ああ、てめえは二代目土影？それに雷影もいやがんのか。なんでこんなに敵同士が揃ってって。いや、こいつは知らないが、俺は四代目風影。四代目だ。俺が知ってるのはもっと前の代だぞ。わしはお前を知っておる。確かジトンを使い砂金を生み出せる唯一の男。俺もあんたたちのことを伝え聞いている。武勇伝もその特徴もな。風、土、火の三つの性質を一度に使うことのできるジントンの二代目土影、ムー、水トン、そして広範囲幻術を得意とするホオズキ一族、二代目水影、そして強靭な体、最強の矛と盾を持つ三代目雷影。いずれも歴史にその名を刻んだ強大な力を持つ偉大な忍びだ。二代目、三代目、そして四代目までも揃うとは。一体何が起こってんだ？これは二代目火影の卑劣な術だ。死者を黄泉から呼んで縛る。お前らをここへ無理やり口寄せさせられた。くそ、だからこうなるってのか。くだらねえ術使いやがって。でだ、さっきから二代目火影を探しているがどこにも感じない。感じるのはここより少し先。この新顔と同じチャクラを感じ、それも大群と共に。俺と同じチャクラか。ならそこにいるのは。この戦場わしも戦うことにした。重い腰を上げなくても良いものを。はっ、上げさせたのはどいつだ。あんたたちはいつ己を捨てた。いつぞや捨てた己をここで拾う。そろそろだ。じゃな。向こうの準備はできているようだな。田里の者ならともかく、自里の忍びと戦わされるのは忍びない。そう悲観することはない。里の子たちは成長し、先代のわしらを超えてくれるはずだ。ならいいがな。お久しぶりです、ムー様。随分と長生きしたな、大野木。ジントンのおかげか？ガーラ、お前がいることは予想していた。だが、まさかこの大軍を率いる器になっているとは。四角の力を使い、奴らを従えさせたのか。そいつはもういない。俺はもう父様の作った人中力ではない。何？あなたに六度殺されかけ、その度にあなたを恐れ、恨んできた。だが、今はもうあなたを恨んではいない。あなたがやろうとしたことも理解できる。俺も風影となった今、里を守るために里への脅威を排除するのも長の役目だ。うん、風影になった。お前が？バカな。俺の知っているお前にそのような価値はなかったはず。それだけではない。忍び連合軍戦闘大連隊連隊長じゃぜ。やはりそうだ。格差とのあらゆるチャクラ系が感じられておかしいとは思った。
忍び同士連合を組んでいるとはな。ガーラ、お前は資格を入れる器としてこの世に生まれ落ちた。だが暴走を繰り返し、誰からも真を得ることができず、ただ闇を歩くだけの、俺にとって大した価値のない存在だったはず。この江戸転生の術、少しは価値のある術だったかもな。もう一度お前の価値を俺自身で確かめてやる。いずれも影を名乗った強者たちじゃぜ。分散させ、かっこ撃破を狙うしかない。ムー様はわしがやる。陣頭を止められるのはわししかおらん。俺は父様を止める。その間、他の影は連合の忍びたちに止めてもらう。そしてどちらかが手すきになったら、他の影の元に急行し、相手を殲滅する。それでええじゃろ。まあ、とはいえ何よりもまずは目先の相手でドジを踏まんようにせねばならんがな。始めるぞ。戦闘開始。陣頭の人数は大変。お前が俺を止めろ。ほっ、分かってきます。それは驚いたぞ。置いてさらに散る。俺がここまで押されるとスライ。己を強く抱いておけば活路は見えるもんじゃぜ。とどめじゃぜ。勝負あり。これが忍び連合の力です、ムー様。戦闘開始。俺を超えてみせる。俺を信じる者たち、かたくなに俺を信じる者たち、俺の守るべき者たち、彼らがいるかも俺は負けるわけにはいかない。成長したな、ガーラ。どうしても子供を信じてやればいい。何だそれ。捕らえる。お前は初めの戦争だ。ということか。やはり捕らえる。この力、守るべきすべての者たちのために。勝負あり。父様、俺は二代目土影様を封印します。うん。大野木、用心しろ。俺はよし。あとは風影、お前の方じゃぜ。すまなかったな。俺はお前のことを価値のないものと勝手に決めつけていた。お前は価値のない人間ではない。それがこの戦いでよく分かった。お前の背には何千何万の信じる心が見える。よくやったガーラ。今のお前は価値のない忍びではない。お前は立派な風影だ。父様、俺などとっくに超えていた。お前ならば砂隠れを任せられる。佐藤、頼んだぞ。封印完了しました。風影様。何でもない。行くぞ。戦いはまだ終わっていない。
だってばよ。第二小隊は下がれ。第四小隊は雷影の足止めをしろ。さすがに元五影じゃぜ。こうも被害が大きくなるとはな。いや、勝つ気は全くねえんだけどよ。俺やっぱ強すぎちゃうのかな。水影の強さも想像以上だが、あの雷影の打たれ強さは何だ。このわしに中途半端な術は効かん。破壊力のある封遁系で攻め立てろ。そうは言ってもじゃぜ、あの体にダメージを与えられるほどの封遁使い、この連合の中にはいる。うん、俺だ。ナルト、九尾の人中力か。なぜお前がここに。説明は後だ。今はあいつらを抑えねえと。ああ、なんだあの頭の悪そうなやつは。誰でもいい、わしらを止められるものなら歓迎だ。待ってろ、すぐに止めてやっからな。えい、行くぞ風影。戦闘開始。あんたは俺と一緒に押され、現在の顔は痛しくなる。よっ、さっさと俺をあれより戻せ。もうまま追い詰めんだ。終わったか、ナルト。あとはお前が抑えればこの戦いは終わる。戦闘開始。お前がわしを止める。おっさんてのは、じゃあどれが強いんだな。いい勝負だ。この感じ、強き者が育っているのか。よっしゃ、俺たちの勝ちだ。九尾のチャクラが切れちまったか。これで全ての影を封じることができたな。この戦場、忍び連合軍の勝利じゃぜ。甘いな、大野木。俺の弟子たる者が俺の分裂を見過ごすとは。分身とは違い、己の体を半分に分けさせる分裂。あの戦闘の最中によくできましたね。さすがです。ですがあなたの役目はこれで終わり。あとは僕がやります。あなたの体は借りますけど。さあ、ここから巻き返しましょうか。口寄せの術。やっとか。長門のガキをうまく成長させたようだ。はじめましてですか、あなたと。お前は。僕は薬師カブト、彼の協力者、つまりあなたの味方です。今はこの二代目土影の体を借りてあなたと会話しています。どういうことだ。何が起こっている。今は戦争になっていまして、そこであなたの力を借りたく江戸転生でこの世に戻ってきてもらいました。江戸転生だと。輪廻転生の術ではないのか。なるほど、それがお前がここにいる理由か。おい、ちゃんと雷影のおっさんにも認めてもらったんだぜ。まったく、木の葉の人中力は無茶をしおる。で、
今のお前は分身だな。本物はどうした？本物はこの先の。なんだあいつは。二代目土影。奴は土影が倒したはずだ。まさかあの戦いで分裂をすでに。なんだ、もう一人いるってばよ。ん？こいつは誰だ。来たな、ウチハマダラ。こいつがウチハマダラ。どういうことだ。何がだ。よく見ろ、奴の目。あれは江戸天聖だ。死んだ者をこの世に転生するのが江戸転生の術なら、奴は死んでたってことになる。だが本部からの連絡でマダラは別に行動しているという情報があった。じゃあ目の前のあいつが本物のマダラで、今までマダラだと思ってたのは別の奴だったってことになるな。額当ては忍びか。忍び装束は五大国それぞれだがな。連合の新しい軍隊か。さっきも言いましたが、今は戦争中です。彼の企みを止めようと各里が手を組んでいるんですよ。あいつのすることだ。何か考えがあってのことなんだろうが、あまり計画通りにことが運んでないようだな。俺をこんな形で復活させるとは。こんな形でとは言いますが、あなたの江戸転生は特別性ですよ。全盛期以上に仕上げてきました。全盛期だと。お前俺の全盛期を知っているのか。いえ、だからここで見せてください、ウチハ伝説の力を。よかろ。来るぞ。かつて奴とは戦ったことがある。奴の相手はわしが適任じゃぜ。いや、そうはいかない。これは忍びの世をかけた戦いだ。俺もやる。もちろん俺もだ。は、本来ならお前らのおせっかいは断るところだが、今回は相手が相手、特別に認めてやる。風影、ナルト、わしらで奴を止めるぞ。おう。ああ、両天秤の小僧か。昔一度力の差を教えてやったはずだがな。あの頃と今とわしの力が同じだと思ったら大間違いじゃぜ。戦闘開始。もう一度カウントの敗北を貴様に教えてやる。その仕掛けをなめるでないわ。とどめじゃぜ。ふう。おお、年の割に随分と粘るな。お前と違い、わしには守るべきものがあるんだぜ。おお、よくやった。今がチャンスだ。畳みかけろ。まだ。ただばかりで悪いな。お前にはもう一度眠ってもらう。大中どんな箱だと思うか。準備完了。ライン、お前を倒し、いつぞや捨てた己を拾う。とどめじゃぜ。勝負あり。どうじゃ、ウチハマダラ。これが忍び連合の力じゃぜ。ほう。このまま奴を抑えるぞ。俺を抑えるか。それは無理な話だ。え？なんで？なんであいつがリンネガンになんだってばよ。さあ、これはどうする？
嘘だろ。どうすんだよこんなの。神の力か。まだ諦めの言葉を口にするな。何もせんうちに己を捨てるな。少しでもやれることをやるんじゃぜ。よっ、つかまえた。寿司かけのじいちゃん、何しよってんだ。あの隕石を軽くして止める気だ。ドトン超軽銃眼の術。おお、もう少し、もう少しで止められる。うわ、やったのか。すげえ、すげえってばよ、土影のじいちゃん。両天秤の小僧め、少しはやるようになったね。さて、二個目はどうする。大目存在がこの世に生きているのではないか。欺瞞に満ちた存在でもそう思わせておけば世界は恐怖する。その名が力なんだ。その名は注意を引きつけ、みんなを戦争に巻き込むだけの無視できないハッタリになった。私らはもう釣られちまってんのさ。何があった。第四部隊の戦場に空を覆うほどの大岩が落とされたという情報あり。この揺れはその影響だ。なんということだ、一度にこれだけの人数を。間違いない、マダラの術か何かだ。綱手様、このままでは。私が行く。マブイとか言ったな、転送の術を用意しろ。無理です。転送の術は物を送るための術ですよ。琥珀の城兵の時とは違います。人の身では早すぎる転送について行けず死亡するだけです。あれに耐えることのできた人間は三代目雷影様だけ。三代目の血を引く四代目雷影様ならともかく、火影様は無理です。少し考えがあります。幻魔の正体をここへ呼び、飛来心の術を使って移動する手です。それはあいつを移動させるために使え。ちょうど幻魔たちと行動を共にしているはずだ。しかしそれでは。心配するな、私はこれを使う。そういうことですか。そういうことですかって、雷影様、火影様に考え直すようにと。マブイ、転送の術の準備をしろ。二人分だ。雷影様、状況は最終段階まで来ている。今こそ総大将の出番だ。大丈夫か、ガーラ。ああ、だが仕掛けのじいちゃん。大丈夫だ、まだ生きている。重傷だがな。これが陸道仙人の力。素晴らしい。やはり憶測通り、シャリンガンの行き着く先はリンネガンでしたか。俺がこの目を開眼したのは死の少し前だ。カブトとか言ったな。この体に何をした。だから言ったでしょ、全盛期以上に仕上げておいたと。だからか。さて、ちらほら生き残りがいるようですね。土影と風影はさすがにしぶとい。
どうしますか。少し確かめておきたいことがある。グルー、わしを呼ぶこのチャクラ、マダラか。キュービはまだ捕らえていないようだな。そのための戦争ですよ、これ。ほら、ちょうどあそこ、あの人中力の中にキュービが封じられています。ですが注意してください。ああ見えてなかなかやりますから。ではその力見せてもらおうか。モクトン！クソ、チャクラももう残り少ねえ。どうすりゃ。ナルト、今回は力を貸してやる。まだ体を明け渡せって言いてえのか。違う、チャクラだけをお前にやる。マダラはスキャン、あいつに操られるくらいならお前の方がマシだ。キュービ、分かった。お前の力借りるってばよ。火獣影分身の術。あれ、ナルト、お前の言う通りなかなかのやつだ。でしょ？キュービからもらったチャクラ、一気に使っちまった。もう限界だ。ナルト、もういい。あとはわしがやる。土影、もうあんたも。やっと己を拾う場が来た。そのための相手には十分じゃぜ。もう少し術を試したいんだが、もう踊れそうにないな、大向きよ。わしら忍びはずっと戦いに明け暮れてきた。自国と自里の利益のためだけに戦い続け、他国と他里など顧みず、ただ奪う。奪っては奪われ、奪われては奪い返す。憎しみは膨れ上がり、三度も戦争をした。それが生きていくということだ。その年まで生きて過去の痛みから何も学んでいないとはな。あんたより長く生きて学び一回りした。過去の痛みを知るからこそ、どう先へつなげていくのが最善かを考えることができる。で、また四度目の戦争だ。これが最善ですか？この戦争は違う。かつて戦争で奪い合ってきたものとは別のものを皆が手に入れるための戦いじゃぜ。こいつらを忍び連合を見て、時はただ刻むだけではないと分かった。世界は過去を重ねてゆっくりとだが成長しておる。平和に向けての。世界はこれ以上成長する必要などない。無限の月闇の中で眠っていればいい。眠るのはあんたじゃぜ。己のために、未来のために、お前はここで倒す。そうか、まだ踊れるというわけだな。機関棒に綱手のばあちゃん。大丈夫か？ああ、もう傷は回復させた。到着しました。
まさかあなたたちが飛来神の術を使えるとは思いませんでした。これも四代目火影の教えあってのことです。とは言っても三人がかりでやっとできる代物ですが。助かりました。みんなまだ生きてるってことは遅れずに済んだよね。やっと暴れられる。待ちくたびれたわ。さあ準備はできた。やはり長生きはしてみるもんじゃぜ。まさか五影揃って共に戦う日が来るとはな。五影か。俺もやるってばよ。その必要はない。なんで。この戦争はもうお前を守るだけのものじゃない。皆で守り合う戦いじゃぜ。なら俺だってここでまだろ。聞けナルト、わしはな、今回この戦争、初めはただ暁を倒すため仕方なく手を組み忍び連合に乗った。がお前たちと共に戦い、前と違う感情をわしは感じとる。今わしは忍び連合の土影としてここにいたいのだ。そして同じようにかつてバラバラだった忍びの里里も連合として一つになり変わろうとしている。ならば憎しみを生んできた忍びの世のシステムだってもしかしたら変われるかもしれん。こっちのマダラはわしらに任せ、必ずケリをつける。それがこれまでの憎しみを止める一歩となる。あっちのマダラはお前に任せる。それがこれからの希望を進める一歩となる。古いやつ、新しいやつ、どっちのマダラにも勝つことが戦争の終わりを意味する。私たちはこの戦場でお前を守る。だからお前も向こうで戦い、私たちを守れ。ナルト、お前に五影からこの言葉を預ける。勝つぞ。風が空を切った。地を蹴って少年が早手となる。戦いは佳境へ。混迷の時を抜け。その先にあるものは